おばんです。親方チャンネル、本日は久しぶりにメイク動画をやりたいと思います。私の YouTube を見てくださってる方はご存知かと思うんですけども、私メイク動画とか購入品動画で一切その詳細を動画に出さないんですよね。全く視聴者の皆様に寄り添わないっていう、動画のタイプなので、その辺は分かっていただいて、気になったものに関しては私の音声を切り抜いてもらっていいですかね。YouTube に向いてない人が多分やるとこういう風になっちゃうんだろうなとは思います。あとすいません、朝すぎて恒例の朝早くから撮るっていう謎の私がこう覚醒した時のやつなんで、今まで6時半とかなんですけど、なので声とかも全然出てなくて、でもちょっとやろうかなと。だからちょっと途中で気づいたんですよ、ベースまでやってる時にメイク動画撮ろうって思ったんで、ちょっとベースまではやっちゃってるんですけども、結構前に出したメイク動画と使ってるアイテム変わったので、ご紹介できればなと思います。では、まずこのベース塗っちゃったんですけど、インスタでは言ってるかな、言ったかな、このね、セルブって読むのかな、多分セルブで合ってるんですけど、このクッションファンデを最近使ってるんですけど、わかるかな、このツヤ感、ちょっとハイライト各所にはやってるんですけども、このハイライト出しても全然こんくらいツヤツヤになるんだけどね、このセルブのクッションファンデが私結構今まででファンデ使ってきた中、クッションファンデ使ってきた中で多分ベストワンかも今これね。本当に塗った時にパタッパタッてすんの、なんていうのかな、アプリみたいな肌っていい表現、今のご時世多分アプリみたいな肌になるくらいこうピタッてすごくして、結構今まで使った質感にはなくて、まあ私があんま使ってないから知らないだけだかわかんないんですけど、結構私の中でのベストオブにはなりましたね。これ素晴らしくて、なんでこれ2個目買いました。1個目は実際このセルブさんのこのローンチのパーティーというか展示会にお邪魔させてもらった時にお土産でいただいたんですよ。で、3色あって、22、あれ何番だっけ ?20、んちょっとわかんないんですけど、とりあえず3色あるんですけど、で、その間の真ん中をね、いただいたんですけど、ちょっとそれだとちょっと白すぎて、でもまあ、使いまくってて、で、もう一個買おうって思った時に、今回は一番暗い色ですね、23番のベージュをしたんですけど、でも私、今、自転車だからさ、毎日、わかるかな今日もね、日焼け止めとか塗んないんで焼けちゃってて、なんか色が全然違うんですけど、首とかとね。けどまあもうちょっと寒くなればまた戻るかなと思ったら、実際は、ね、結構白い方なんですよね。だからでも一番暗い色23番にしました。なので普段から焼いてるというか黒い感じ、肌をこう焼いてたりとかにする人は結構白くなっちゃうかなとは思うんですけど、全然そういうの気にしない方とかは一番暗い色をおすすめします。23番これが本当に素晴らしくて、あとねこれね何がいいって、このパフのここのね形がとんがってるから丸じゃないから、この目の際とかに塗るときもすごく塗りやすくて、なんかこう考えられたクッションファンデだなと思って、最近のベストオブになりました。で、ちなみに下地は変わらずミースのやつ塗ってて、日焼け止めね塗ってて、私はクッションファンデしてる人ってあんまパウダーとかしないって聞くんですけど、私はねちゃんと崩りたくないので、やっぱこのナーズのもう決まりのこのライトリフレクティングでしたは使ってます。でも普段黒いやつだと思うんです。これね、今回の限定パッケージみたいので、白とピンクで、かわちいやつなんですけど、まあ、パッケージは限定なんですけど、中は、ナーズさんの有名なやつを、もう終わったら、ふわーって上にします。で、その後に、
き続きこちらも変わってないです。アンドビーのもこれも最強ハイライトを、鼻先 T ゾーン、この辺までこの頬高いところとっていう感じで塗ってます。なのでベースメイクはそのセルブのクッションファンデに最近変えました。必ずと今の&B のやつは前から使ってるやつなんですけども、あの変えました。で、眉毛はあの変わらずケイトのやつ、本当に多分これ私ずっとこれが廃盤にならない限り大丈夫、ずっとこれだと思います。なので今からちょっと眉毛描いちゃうんで一回飛ばしますね。でもこれは別にさ、やってるとこなんて見たくないじゃん、わかんないけど、私は別にメイク動画で何を使ってるかが知りたくないですか。てか顔ね、気づきました、私にメイク動画で変わったもう一つのやつ。今まではこういうこうやったりとか、なんかファンデのついてるこの鏡とかでメイクしてたんですけど、進化しました。鏡を、しかもこのちょうどいい鏡をですねゲットしたんです。これあのワクシー眉毛のゆいちゃんのところでいただいたんです。で、あ、で今すごい合わせ鏡みたいなことしようとしちゃったけど、なのでこちらでまず眉毛を描いていきたいと思います。で、私はいつも言ってるんですけど、眉毛を描いたらって絶対にちゃんとこの立ち上げ、私毛がちゃんとあるので立ち上げるのを忘れずに。毛がもともとちゃんと生えてる人はあのこの毛の毛並みを整えた方がすごく綺麗になるんですよ。とあとそのさっきのケイトのやつですも、私はノーズシャドウやっちゃうんですけど、なんか TikTok で見たんですけど、ノーズシャドウってこうじゃなくてここのところにやるのがいいって言ってたから、最近はそれにしてこの鼻の影を作ります。なんか眉毛、私ずっとマッシュだったから眉毛あのもちろん描いてた、ちゃんと描いてたんですけど、言うても見えてなかったんだけど、私最近ちょっと髪の毛を伸ばしたくて、こう軽くねこうボブっぽくしたくて、だから今眉毛がさ、前髪も伸ばしてるから、今後その初脳だって眉毛が出るようになるので、てか私本当に多分眉毛の描き方とアイラインの跳ね上げに関しては選手権あるので1位になれる自信あるんだよね。人に描くのはもちろん無理なんですけど、自分に眉毛を綺麗に描く選手権みたいなのとアイラインの跳ね上げ選手権あったら結構ね上位にはいける自信ある。うん何の話で、そうだからさ、眉毛が大事になってくるなと思って前髪をこう伸ばすようになったらさ、でも本当に髪の毛を伸ばしたすぎてね、あのエロいことを考えたりエロいことしたりしておくとこう髪の毛伸びるの早いってよく言うじゃないですか。だから最近本当に日々エロいことばっかり考えたらなんかちょっと早くなったかも、なんか伸びた気するの。前もうちょっとさ、なんか耳見えてたのになんかえ隠れてないと思って、すごいかも。なんで引き続きね、ちょっと毎日エロいことを考えようと思います。で、次はアイシャドウいきますね。アイシャドウで合ってたっけ、私いつも順番そう、アイシャドウで合ってるはず。で、シャドウは私いつもそのパレット、あの4色とかこうグラデーションすぐできるように色が入ってるやつをやってたんですけど、最近はちょっと単品でやってます。一緒ナーズのやつをね、ちょっと2色だけ、逆に2色だけにしました。前はわざわざ3、4色とかをこう散りばめてたんですけど、まとっていたんですけども、ただ別にそんないらなくねと思って今は2色にしました。もうね、あのもう添削よ、メイクも添削、いいとこだけ残して添削をしていこうかなと思ってます。なので今2色ですね。ででもこのこれが全体的にもうバーって塗るやつと、こっちが二重幅と下塗るやつの2色、もうほんとこの2色だけで済ましてます。で、その代わり筆をね、もう3本使いですよ。そんなもんはもう。ででん。なので、まあ、その代わりの意味もわかんないんですけど、3本使ってます。で、まずこの
もう全体の二重幅を含む全体に、全体とあともこの下、この下の全体にこのさっきのこのまず薄いやつを塗っていきます。多分あんまりそのシャドウガンガン塗りたくない人はもはやこの一色で済むと思うし、このナーズのねこの筆がねすごい優秀なの。ちょっと太めの、太めっていうかなんていうのこういうのなんかやつが良くて、もう今塗っただけ、もうここをバーって全体的に塗ったのとこの下のところにこう塗っただけでもうねなんかこうちょっとこうなんていうんだろう、動画だと分かんないのかなこういうの、もうね完結はしてるんですよ実際は。で私はもうちょっとあの濃くしたいので、まだまだ塗ります。で全体的に塗り終わったら次にこの濃い方のやつを、一応ねあの番号は言っておきますね。こちらはシングルアイシャドウの5316です。繰り返します、5316です。でこちらの、ブラウンの方がこちらはですねハードワイヤードアイシャドウ、まあ、私からしても見た目一緒だから同じ名前にしてって感じなんですけど、アイシャドウで5537です。繰り返します、5537です。でこれの濃いのを二重幅に塗っていきます。シャキーン、バイバーン。で今このねやつでこの二重幅を塗って、でこの細い薄っぺらいやつでこの本当に際ですね、際を塗る。で全部塗ると囲み合図みたいになっちゃうので、私囲みがあんま似合わないからギリギリこの黒目終わ、こっちから始めて黒目が終わるぐらいのところまで引きます。そうするとなんかこう私の顔的にはバランスが取れてこうスモーキーなブラウンアイズみたいのが、ブラウンアイ、キャッツアイみたいのができますね、まあ、自己満だからメイクは。てか本当にしかも多分 YouTube の動画を撮るのにいつも時間かかる理由最近分かって、YouTube ってさ隠せないじゃないですか、もうノーマルでしょ全てが、加工できないし動画って。だからあの現実を尿とか言って現実を見る羽目になるのがなんかね嫌なんだよね、まあ、YouTube やっといたらなんですけど、まあ、そうインスタとかはぶっちゃけバキバキに決めれるじゃん、加工もできるし何でもできるけど、まあ、もう動画はさ無理じゃないですか、全部出ちゃうじゃん、あからさまのやつが。ってなった時にやっぱあ本当何ってどうも現実だなっていうのをこう見るのがあんまり多分ね受け止められてないのかもまだ、だからちょっと嫌なんだよね、へこむんですけど、まあでもいいよか、気にすんなって感じですよね。なんか私がそんなこと言っちゃダメですよね、みんな生きようぜ自由にとか言って言ってる女がなんか現実逃とか言って急に、ね、怖い、もうメンヘラで。次アイシャドウ終わったので、次はもうアイラインです。アイラインは本当にもう皆様親方チャンネルを見てくださってる方はずっと知ってるかと思うんですけども、もうずっと都市伝説並みになくならない、なくならないと噛むね。朝はメイベリンのアイシャドウをアイライナーを使います。もうこれもずっとです、私はメイベリンの漆黒っていう、確か漆黒ブラックみたいな、でも漆黒ブラックってもうブラックブラックであるを使ってます。でなんかアイライナーの引くポイントはってよく言われるんですけど、もうずっとこのアイライナー引き方なんですよ。実際もね高校生から多分ずっと跳ね上げてるんですよ。だからもうね20年近く跳ね上げてんの。だからもうなんか跳ね上がっちゃうんだよね描いてたら。なんですけどポイントとしてはこの先、終わる先をここの眉尻にめがけて描くようにしとくとなんかうまく私は上がるかなって、そのあのねこの流れでピッてやっちゃう人がいるというか、全然それもありなんですけど、この目の形の流れのままこうやっちゃうとちょっと垂れ目、垂れ跳ね上げみたいになっちゃうのが私はあんまり好きではないので、結構目のあれが終わる、もう終わる前、終わるこのぐらいから
シュッて眉尻に向けてヒュッて上げると、まあ、感覚の話なんですけどね、上げる感覚で描くとなんかうまく描けるかなとは思いやす。でアイラインが終わってマスカラ、私マツエクしてるんですけど引き続き塗ってます。なんかいろいろマスカラもね、私巡りに巡ってきてると思うんですよ。これがおすすめとか、多分クリニークがおすすめって言った時代もあるし、ディオールがおすすめって言った時代もあるし、あと普通になんかデジャピューのやつがいいって言ってたと思うんですけど、なんかマスカラは結構難民、なんか何がいいか分かんなくて、私的にはなんかまあマツエクしてるから、そのマツエクがより綺麗に見えるのと、あと下まつげもそのままできるのと、落ちにくい、もう落ちない、パンダ目にならないっていうこのね条件をクリアしてればぶっちゃけどれでも大丈夫で、なんで最近はこのメイベリンがね、なんかまあいいっていうのをちょっと見たんですよ、 TikTok かなんかで。私結構 TikTok から情報を得てるんですけど、なんでこのメイベリンのラッシュニスタかなって読むのかな、多分ラッシュニスタがね、なんかいいって見たので、ちょっと最近はこれをしてるんですけど、まあ、ぶっちゃけあのメイベリンさんがあのどうのこうのとかじゃなくて、いいか悪いかはもう分かってないけど、まあいいのかなっていう感じなので、なんかいいマスカラがあれば教えてください。キャッ、オッケーイすごいダサ、昭和63年生まれが出ちゃったということで、マスカラ塗り終わりました。もうほぼほぼここまで来たらもう完成みたいなもんなんですけど、私多分前はチークをクッションファンデにしたから、こう粉パウダーみたいなやつだとなんか浮くのが嫌で、クッションクリームチークにしてますみたいな感じで多分言ってたと思うんですけど、それこそさっき最初に紹介したこのセルブのファンデ、クッションファンデのやつにやっぱさすがだなと思うんですけど、このセルブのチークもあるんですよ。このね、これとの相性がやっぱ、まあ、当たり前なんですよ、同じところで出してるからなんですけど、最高に可愛いというか、あと私が懸念したそのパウダーのなんか浮きみたいのが全くないの。私はちなみにこのセルブのパンプキン、かぼちゃを使ってますパンプキンを使っております。かぼちゃなんですけど、でこれをね普通に塗るんですけど、ちゃんと密着するから、ちゃんこの今あるこのなんだっけツヤをちゃんと消さずに、そして浮きもせずふわってね密着するこのチーク、本当にすごいよ。私セルブさんすごいと、回しもんとかじゃなくて本当にびっくりしたのここではもう鏡これにするからね。しかもね、発色もこうね、つきすぎずっていうのかな、本当にいい感じのベタってつかずに、でもちゃんと色味出る感じが私は好き。わかるかな、このツヤ。あ、わかるでしょ、このねツヤが本当にいいんですよ。残ることが大事そうです。なのでこの感じが好きで、だからベースというかこの肌系はね、今私このセルブにめちゃくちゃハマってます。で、私はこうオレンジ系のやつなんですけど、ピンクメイク系もあって、すごくそれも可愛かったですよ。ちなみにシャドウもあるし、口紅も全部なんか全体的にオレンジ系とピンク系の 2つになってて、ぜひ見てみてください。おすすめです。で、最後リップはもうおなじみです、変わらずです、ディオールのこのお2つです。もう私の2大巨頭です。もう一生これを使っております。ルージュディオール100番、そして、マキシマイザーのこれね014番です。これは結構行った時とかセーブというかディオールを見かけたら入ってストックしとくようにしてます。この色やっぱなんか人気みたいでなくなっちゃうからストックして、であとディオールのいいところはリフィル
対応というか、この最初にこれ買っとけば中身だけ買えるので、でこれを見つけたらなるべくストックして、ほらあるじゃん、あるある、そういうこういうメイクあるある、メイク道具あるあるで、人気だったやつが急に廃盤になったりするでしょ。あれびっくりするじゃん、え、何が起きてそうなったみたいな。なのでそれが嫌なので、私はなるべくストックしとくようにしております。最近リップクリームとかも塗らなくなっちゃったんですけど、それでこの唇の状態保っててんのはなんかすごくない？なんか嬉しい、すごい。髪の毛がショートカットなので、こうでメイクが結構強めなので、こう口元はちょっとこうふるっとツヤっとさせて、女性らしさをなんか出しとくと、私的にはなんかバランスが保てるかなと思ってますね。はい、うん、全部こうマットマットみたいな感じだと結構ね強くなってしまうので、唇とかにこうツヤとか、まあ、肌にもこうツヤを与えることによって、なんかこう女性らしさを残すのが私的にはメイクの中では気をつけてるところですかね。ね、はい、では結構今日はスムーズにいけたと思うんですけど、まあ、最後まで見ていただいた方は分かるかと思うんですけど、全くテロップとかないので、音声とかで切り取ってもらったら嬉しいです。いや、よくないよね本当に。なんか私も全然いろんな方の YouTube 見たりするんですけど、それこそメイクとかね、ちゃんと皆さんね、まあ、当たり前ではね、だってそれを紹介するための動画なんだから。けどまあ私は私らしくっていう思いのコンセプトでもあるんですけど、私のコンセプトでもあるみたいな感じで、私の動画はこれです。はい、では本日はメイク動画をお届けしました。次いつ撮るとか言っちゃうと本当すぐ上げなくなっちゃうので、まあ、この気ままにね、気まま親、もう名前気まま親方チャンネルにしようかな、気ままチャンネルみたいな感じにしようかなと思っておりますので、よかったら次の動画も待っててください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では。